ルイーザと兄のジェームズ王子、ニコラド・ラルジリエールが、1695年、ルイーザ王女、アレクシ・シモンベルが、1704年、ルイーザ・マリア・テレーザ・スチュアートは、イングランド・スコットランド王家・スチュアート家の廃位された、イングランド・スコットランド王・ジェームズ2世の末娘で、ジャコバイト王位請求者、ジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアートの同母妹。ジャコバイトには、 プリンセスロイヤルとして扱われた。現在も活動する、スコットランド人のジャコバイト支持派により、海の彼方の王女と呼ばれている。ジェームズ2世と、その2番目の妻で、モデナコアルフォンソ4世の娘である、メアリー王妃の間の末娘として、両親の亡命先であるフランスの、サンジェルマン安令城で生まれた。ジェームズ2世は、 ルイザの誕生に際して、王位を散脱した娘メアリー2世のみならず、多くのプロテスタント神徒の貴婦人に手紙を書き、末娘の誕生に立ち会うよう求めた。これは1688年、カトリック神徒のメアリー王妃が、息子のジェームズ・フランシス・エドワードの誕生の際に、実際は死産したのに、別の赤ん坊を、真中性の安価に入れて、ベッドの中に潜り込ませ、 王子に仕立て上げたという疑いをかけられたことを踏まえ、今回は予防線を張ったのである。ホイッグ士官の代表的な歴史家、マコーリー卿は、ジェームズ2世のこの用心深さについて、以下のように叙述している。もし国王がこうした幾人かの承認を1688年6月10日の朝に、セントジェームズ宮殿に招いていれば、スチュアート家は、今でも、我々の住む、 このブリーテン島を収めていたかもしれない。だが王冠とは、取り戻すよりも確保する方が簡単なものである。確かに、この言いがかり同然の作り話が、革命の勃発に大きな役割を果たした可能性はあるだろう。しかしこの作り話に対する、最も道理の通った反論ですら、ジェームズ王の福意をもたらすことはなかった。ジェームズ王の招きに応じて、 海峡を渡ったキプジンは一人もいなかった。王妃は無事にジョジを出産したものの、この出来事がイングランドの公衆の感情に何らかの影響を与えることはなかった。ルイザの存命中の兄弟姉妹には、ドー同母兄のジェームズ王子の他に、グレートブリテントに泊まった二人のイボアネ、メアリー二世と暗状、父と共にフランスへ渡ったイボアニジェームズ・フィッツ・ジェームズがいた。 メアリー2世はルイーザが2歳の時に亡くなったが、アンはイボイモーとルイーザに友好的な態度を示した。生まれた王女は先霊に際してルイーザ・マリアの名を授けられ、献身霊に際してテレーザの名を加えた。ルイーザとは王女の先霊の大父を務めたフランス王ルイ14世にちなむものだった。先例の大母はルイ十四世の義妹である。 オルレアン公フィリップ一世夫人エリザベート・シャルロットが勤めた。ジェームズ二世は末娘ルイーザを苦境にある両親の辛さを和らげるために神が使わした慰めだとみなし、成長したルイーザはしばしば慰めを意味するラ・コンソラトリスと呼ばれた。ルイーザは1701年に死去した父の後を継いで大戦勝者となる4歳年上の同母兄ジェームズと共に 両親の暮らすフランスで、ジャコバイトの亡命貴族やカトリック信徒たちに囲まれながら一緒に育てられた。ルイーザは教育係を務めるイングランド人のカトリック司祭、コンスタブル氏からラテン語、歴史、宗教について教わった。王女のガバネスを務めたのは、第二代ミドルトン伯爵チャールズミドルトンの妻ミドルトン伯爵夫人キャサリンだった。 国王の側近の第四代パース伯爵ジェームズ・ドラモンドは幼い王女の生まれ持った愛らしく人に好かれる性格を褒めたたえた。ジェームズ二世はルイーザが生まれた時すでに60歳を目前に控えていた。国王は1701年までに深刻な健康悪化に悩まされ妻に付き添われてサンジェルマン安霊を出て治療に専念した。同年6月には 国王は二人の子供の誕生日を祝うためサンジェルマンに戻ったもののその三ヶ月後の9月16日に脳出血により他界したジェームズ二世は会話が可能だった時期に子供たちと会った時別れる際にルイーザに次のように話しかけたそれではご機嫌よう我が子よ若いうちに神様にしっかりお仕えするのだよ そして、定説を女性にとっての最高の名誉と、心得ておくのだ。私にとっても、定説の模範だったお前のお母様は、そうしたことで、言われのない抽象にあって、深く悲しまれた。しかし、真実の母である、自が、いずれお母様の定説の名誉を、太陽のようにさん,さんと輝かせると、私は信じているよ。ジェームズ二世の没後、ルイ十四世は、 ジェームズ・フランシス・エドワードをイングランド・スコットランドをだと宣言し、スペイン、教皇庁、モデナ公国も彼の王位を認めた。ルイーザはガバネスのミドルトン白爵夫人に付き添われて、兄と共にパリ郊外のパッシーに移り、ローザン公爵アントナン・ノンパルド公門夫妻の世話を受けて暮らした。ルイーザはダンスやオペラを好む陽気な少女に成長し、 ベルサイユ宮廷の人気者になった。ルイーザには、ルイ14世の孫のベリーコー、シャルル、スウェーデンをカール12世との縁談があったが、どちらも成立には至らなかった。ベリーコーは亡命者の娘であるルイーザの不安定な立場を嫌い、カール12世の場合は、宗派の違いのため破談となった。ルイーザは、自分の家族のために、ジャコバイトたちが多大な犠牲を払って、 亡命生活を耐えていることに深く心を痛め、彼らの娘たちが教育を受けられるように、資金援助を行った。王女自身は、カトリック信徒だったものの、娘たちへの教育支援は、カトリック、プロテスタント双方に何ら分け隔てなしに行われた。1712年4月、ルイーザは、兄、ジェームズ・フランシス・エドワードと共に、天然痘に離婚した。 ジェームズ・フランシス・エドワードの方は幸い回復したものの、ルイーザはそのまま亡くなり、父が葬られていたパリにあるベネディクト会系のイングランド教会に葬られた。あるフランス人貴族は王女の死について、ユトレヒトに住む友人に次のように書き送っている。今月18日、サンジェルマンでイングランドのプリンセス・ロイヤルが天然痘のために亡くなったという。 多くの人々が涙した残念な知らせをお伝えします。王女は病んだ、あの宮廷にあってもとも輝かしい花形の一人であり、全欧州の称賛の的でありました。どんな王女でもこれほど痛まれはしないでしょう。王女の死には、フランス全土が探索し、おえつし、涙を流しました。王女の 堂々とした立ち居振る舞い、一挙手一投足が偉大であり、どのようなことにも、応用さをもって、気取りや、意地の悪さなど一切なく、応じられました。父方と母方の双方から、連綿と続いてきた英傑たちの血統に連なる、ものとして、王女自身も、除血の一人と言われました。ダートマス伯爵は、ルイザの死について、以下のように書き残した。 女王陛下は妹君の死を伝える。フランス王子貴筆の手紙を私にお見せになった。手紙には王女が同時代の姫君たちの中で誰よりも気高い人格をお持ちだったことが記されていた。リチャード・ヒル氏は王女の死をゴドルフィン伯爵から聞くと、そのまますぐに私にこの知らせを伝え。 そして、王女の死はイングランドが経験した、最も悲しい出来事だと言った。私は彼に、なぜそう思うのかと問うた。彼は、死んだのが、王女の兄ならば喜んだのだが、と答えた。女王陛下は王女に死者を立てて、ゲオルク王子と結婚するよう解き伏せることもできた。現に王女は存命中に、何の政治的要求もしなかった。もし結婚が成立すれば、 王国中のすべてのまともな臣民は大いに喜んだだろうし、これから起きるであろう全ての争いごとを終わらせることができただろうに、と彼は続けた。ルイ14世の五歳マントノン公爵夫人は、ルイザの死後のメアリー王妃の様子について、次のように記した。私は、イングランド王妃と2時間一緒に過ごす栄誉に欲した。王妃はまさに絶望の化身となっていた。 亡き王女は母校にとって、血をあけた我が子だっただけでなく、唯一の慰めでもあったのだ。トマス・スティーブンは、スコットランド教会誌の中で、ルイザの死を次のように叙述した。この年の4月12日、子ジェームズ王の末娘ルイーザ・マリア・テレーザ王女が、サンジェルマンで、天然痘により亡した。 王女の死に、イングランド人の多くが哀悼の意を示し、王女の兄の政治的要求を不愉快に思っている、ものですらなき王女を忍んだ。王女は彼女を評する機会を得た人々から、その非常に高潔な人格を称えられ、その基地を公正に評価され、その高貴な血筋に劣らないだけの才能を持っていた。パリにあった他の多くの教会と、同様、ベネディクト派イングランド教会もまた、 フランス革命中に冒涜され破壊された。ジュールジャナンによれば、ルイーザと父ジェームズ2世の遺骸は1844年の時点では、パリ5区のバルドグラース陸軍病院に安置されていたという。ありがとうございます。